こんにちは。最近ね、大阪もようやくね、暖かくなってきて、先週末ね、久しぶりにこの事務所から、距離でね、130キロで獲得標高1300を超えるね、ライドをしてきました。で、帰りはね、輪行で1時間ほどでね、帰ってきたんですけど、その時に思い出したのが、バイクのね、ディスクブレーキのローターを、交換してね、結構経つので、ロングタームレポートがね、できるんちゃうかっていうのを思い出したので、今日はね、それを動画にしようと思います。で、もともと購入したキャニオンのね、完成車に付いてたローターをすぐにね、外しちゃって、XTR とかね、そのデュラエスのグレードの、ね、MT900 っていうね、ローターに交換していました。で、その後、10月末に CL800 というね、ブレーキングをしても、熱を持ってもね、ローターが触れにくいっていうね、新しいローターにね、交換しました。その後、ライドにね、行って動画にしましたけど、まあ、ローターをね、交換しても別にね、何もわかりませんっていうね、動画が出てますけど、フェスティブ500も、完走しているし、多分1000キロ、超える距離を走ってるんでね、今日はそのね、ローターの厚みのね、減り加減とか、あと、触れ加減をね、チェックしようと思います。で、ディスクブレーキといえばね、クリス・フルームですよ。何回かね、ここでもね、動画にしてますけど、まあ、フルームはね、スカイとかイニオス時代から、ディスクブレーキのね、バイクが本当に嫌いで、ようやくね、去年ぐらいからね、イスラエルの、ね、ファクターに乗って、少しずつね、彼もディスクブレーキのバイクに乗ってますけど、先日ね、彼が、ルワンダのね、ステージレースに出まして、で、最近ね、フルームようやくね、フォームが戻ってきて結構走れてます。で、逃げを打って、で、何分かね、集団からアドバンテージを築いたんですけど、前輪がね、パンクしたんですよ。で、チームカーがね、そばにいなかったんで、ニュートラルのね、ダゼカリのロバールのね、ホイールをね、交換したんですね。ですると、そのホイールがなんか合わなくて、で結局もう一度チームカーを呼んで正規のね、ブラックインクのホイールに交換したんですけど、その頃にはもう集団がね、追いついてきて、まあ彼の逃げがね、無駄になったんで、多分インスタのストーリーズで、ディスクブレーキより、そのキャリパーブレーキの方がいいみたいなこと書いてましたけど、まあ、フルームは本当にね、ディスクブレーキ嫌いなんですよね。で、シマノさんのロードバイクで使うディスクブレーキっていうのは、今のね、世代、デュラエスなら9200、アルテグラならこのね、8100。この世代からようやくね、実用に耐えるようになったなと僕は思います。で、それ以前の9100なんかはどうしてもね、ブレーキパッドのクリアランスがね、少なすぎて、少しでもローターが触れると、パッドにタッチしてました。で、僕もキャニオンのグリエルがね、発表された、そのプレスローンチでね、ニースに行きました。その時にそのカーンヌのね、近郊の山のグラベルを走りましたけど、あの辺ってね、その岩盤がね、崩れた、結構砂地っぽい感じのね、路面が多くて、その時僕初めてね、9100のデュラエスを使いましたけど、初めは良かったんですよ。ただ、結構ね、激しいライドで、で、しかもね、その砂地っぽい路面のせいで、結構ね、砂とか小石をね、ローターに巻き込んで、常にこうね、ローターが鳴いてるんですよね、シャリシャリ。で、あと、少し触れてきて、常にこうホイールがね、回ると、シャリ、シャリって言うとか、まあ、そういったね、トラブルを現実で味わって、あ、ひょっとしてこれまたディスクブレーキってまだ早いのかなって若干思ったんですよ、その時ね。ただ今回のね、デュラエース、アルテグラからそのパッドのね、クリアランスが広がった。だからそう簡単にね、パッドには振りません。さらに僕は今ね、その CL800 というね、熱を持っても振れにくいっていうね、ローターを使ってるんで、ほんとね、ストレスがないですね。例えば朝ね、ライドに行こうと思って、着替えて、でそこからバイクをチェックして、乗りに行こうと思って、前輪をね、軽くキュッて回したら、シャリーン、シャリーンってね、もうパッドがするだけやる気が本当になくなるんで、そのあたりはね、フルームの気持ちもね、わかるんですけど、ただね、ほんとね、今の、9200、8100は、本当にそういうトラブルがね、なくなってます。で、僕もね、聞いた話ですけど、シマノさんの、上位モデルのね、ローターっていうのは、3層構造で、外側がね、ステンレスで、中身がアルミらしいんですよ。で、接着をしてるんですけど、それが熱を蒸すと、こうやって触れちゃうらしいんですよね。で、その新しいね、今僕が使っている、CL800 とか、CL900 っていうのは、そのね、熱の影響をね、極力、受けないようになってるらしくて、それがね、今回どういう風にね、結果出てるか楽しみですよね。
まずはね、ローターのね、厚みを測ろうと思います。シマンさんのローターはね、新品の状態で厚みが 1.8 ミリで、1.5 ミリに減ったら要交換っていう風に言われてます。で、実はね、さっきはね、ちゃんとストラバで、走行距離を測ったら、このローターはね、だいたいね、1500キロ使ってますね。減ってないな、全然。マジか。ほとんどね、前は減ってなくて、多分ね、1.75 ミリぐらいですね。意外でしたね。もっと減ってると思ったんですけどね、1500も走ったら。リアもね、1.75 ですね。ほとんど減ってないですね。というわけで僕の場合、走行1500前後で、1.8 ミリから、1.75 ミリにね、減ってました。だから 0.05 ミリしかね、減ってませんでしたね。で、次はね、ローターのフレですね。ではね、ローターのフレを、確認しようと思うんですけど、裏返した方がね、多分分かりやすいと思うんで、一旦ね、パイプ裏返してあります。というわけで、ローターのね、フレを確認しましたけど、普段使ってるこのね、ソニーのカメラで収めようと思ったんですけど、めちゃめちゃ難しくて、多分今ね、この iPhone で撮影した動画がね、流れてると思うんですけど、リアに関してはね、まあ、多分全く触れてないですね。で、フロントに関しては、かすかに触れてる気もしますけど、まあ、多分ね、ほぼ触れなしですね。なので、1500キロ走った結果、摩耗は 0.05 ミリで、フレはほぼなしっていうね、結果になりました。で、前使っていた、デュラエース、XTR グレードの MT900 はね、結構実はね、フレが出てまして、摩耗も早かったんですよ。多分これはね、おそらく、前後ローターがね、140ミリだったんですね。で、今は、前がね、160、リアがね、140になったんで、ローターのね、減りがね、すごくこう、マイルドにね、なった気がしますね。なので、油圧のディスクブレーキのバイクをね、ローコストで維持したいっていう方は、多分ね、前後のローターを160にすると多分ね、ローターの減りも少なくなって、長くね、維持できると思いますね。で、それと、僕が今使っているのは、CL800 っていう、まあ、アルテグラのね、グレードのね、モデルなんですよ。で、この1個上に、CL900 というモデルがあって、こちらは、フィンの内側がね、黒く塗られています。これ効果としては、温度の上昇を防ぐ、塗料がね、使われているそうなんで、まあ、よりね、ハードなブレーキングに対応するってことなんですけど、まあ僕のね、レベルの走りであれば、このね、普通の、CL800 で十分なんで、今のところね、不満はゼロですね。というわけで、このね、RTCL800 というね、新しいシマノさんのディスクブレーキローターを約4ヶ月、1500キロ使った結果は素晴らしかったですね。何より、減りがね、少なくなった。で、さらに、ローターがね、全く振ってない。これはおそらくね、このまま普通に使ってると、ミニマムのね、1.5 ミリまでフレが出ずにね、使い切れると思うんで、コストパフォーマンス素晴らしく高いですね。これもしね、MT900 とか前のね、モデルを使っていて、結構ね、フレてるとか、摩耗が激しいっていう方はね、この新しいね、CL800 もしくはね、900に交換してもらえると、もっとね、楽しい、ストレスがない、ディスクロードのね、生活をね、楽しめると思います。というわけで、今日の良ければ、グッドボタン、登録、コメントなどね、ぜひお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。はい。